竹越健造6月25日昭和56年7月28日は建築家。住友総本店出身で日建設計の母体の長谷部竹越建築事務所の長谷部栄吉と共に創業者の一人である。健造は明治21年6月25日石川県金沢市で生まれた。当時父親の岩村高利は石川県知事であった。 建造が竹子市政を名乗るようになったのは、福岡にいた10歳の時、旧小倉藩出身の名家である竹子市家の養子になったからである。学業においては優秀で、豊津中学校から一校、東京帝国大学工科大学へと順調に進む。建築を専攻したが、希望というわけではなく、選択肢が土木、機械、再興、建築しかなかった。 その中で建築を除くと、養父や叔父の元に戻ることになるので、建築を死亡した。大学卒業を間近に控え、建造は進路西洋美術評論の草分けで、当時、美術学校の教授を務めていた実刑の岩村、トールに相談し、建造はその勧めに応じて英国に留学することになる。留学前に生と結婚し、大正2年10月、ロンドンに向かった。 ロンドンでは、アーキテクチャルアソシエーションスクールで勉強し、ロイヤルインスティチュート・オブ・ブリティッシュ・アーキテクツのアソシエートの資格を取得した。資格取得後は、オースチン建築事務所に勤務し、その一方でエッチングを習い始めた。その上達ぶりは目覚ましく、支援する画所をもいて、画家としてロンドンに永住することを勧められたほどであった。実際、 帰国する年及びその翌年のローヤルアカデミー店に2年連続で入選し、画家年間にも名を連ねていた。しかし、エッチングで身を立てる気はなかった建造は、大正6年の初めに帰国する。帰国して間もなくの大正6年5月17日、実刑が住友の理事と親しい関係にあったので、住友総本店建築部に入社した。 総本店建築に備えて採用されたが、関係のない仕事を2年ほどさせられ、建造は、京都大学に建築家が新設されるのを機に、転出を決意したが、住友本社の支配人が、武田五十一兄弟教授に断ってしまう。大正11年7月、住友総本店の設計が完成し、工事が始まることになった。そこで、建造に、重要な役割が与えられた。 建造は構造担当の池田宮彦と共に米国に派遣された。その目的は構材及びその加工の入札と請負いの決定並びに日本への発送とその代金の支払い、金庫やエレベーターなどの調査と見積もり、そしてコンサルティングエンジニアの選定と設計の完成の3つだった。1年余りの滞在で苦労を重ねながらも、 持ち前の英語力と交渉力でこの重責を果たした。建造が帰国したのは関東大震災の直後だった。住友ビルディングが完成する頃、日本経済は大恐慌に見舞われ、住友でも各部門で大規模な人員削減が行われていた。工作部も例外ではなく解雇された中には小川安一郎、平尾義春というような優秀な人材もいた。 一時は140人ほどいた、工作部員が80人を切った頃、工作部長の日高の定年を迎えて退職した。日高の公認として、工作部長に長谷部英吉が就任する。建造は建築課長と工作課長を兼任していた。工作部は、さらなる人員削減を求められ、とうとう工作部解散を求める声が強くなってきた。建造は、 英吉ともども建築技術者全員が退職して設計事務所を設立し自立することを考える。建造は会社の幹部に話を持ちかけ5万円の資本金を得て昭和8年5月18日株式会組織の長谷部竹越建築事務所を設立した。住友銀行船橋店の4階を借りた事務所に29名の書員が集まった。ジップの岩村隆氏は 土佐藩士の岩村秀俊の三男で、明治維新に際しては、軍艦として、母親戦争を平定した人物であった。また、佐賀県軍令時代には、江藤新平が率いる佐賀の乱を沈めた。その後、愛知、石川、福岡、広島の知事を歴任し、その間には、貴族院議員にも選ばれ、男爵となった。父、高俊の長兄と樹刑は、 北海道開拓の父と言われる岩村道利と自由党の領袖として伊藤内閣で農商務大臣を務めた林雄三。そして岩村道利の逸夫は放送会で活躍し、検事総長からこの江内閣と登場内閣で司法大臣を務めた岩村道よ。林雄三の次男は戦前戦後を通して中央政界で活躍し、 吉田内閣で副総理を務めた、林上司。妻は、養父の一人娘のせい。養父の竹越小太郎は、小倉藩士で、炭鉱経営者。長男の竹越雄一は、大倉省主税局国際租税課長を経て竹藤、副社長。その学府に、住友銀行社長の岡橋林。親戚として、父方祖母、吉野のおいに、小野義信、名。 年等の夫に、小野あずさ、おい、ギタ目の子に、小野義和がいる。ありがとうございます。